バックね、そう、振ったバックね、あ、振ったバックね、あ、振ったバックね、あ、それ、振ったバックね、はい、振ったバックね、はい、振ったバックね、はい、振ったバックねってことでね、これ、いつ始まってかわかんないんだよ、これ。何回もやってるの、これ。何回もこれやってる、振ったバックね、いつも始まってかわかんないね、振ったバックねってことでね、よろしくメカドックってことで、うん。まあ、雨は、まあ、草我慢しなさい、そこは。我慢しなさいっていうね、おう、まあ、雨はとりあえずなさそうと、ピッチ層なんで、どうやら乾いた方がいいらしいと。うん。よろしくメカドックっていうのは、よろしくメカドックだろってどう考えたってね、それググって検索してみるよっていう、そうそうそう。ハゲ、なんでハゲ枠目って。ハゲ枠目ってどういうことだっていう、いうことで、まあ、この枠はちょっと、まあ、ライバルは、うん。まあ、徹底的にちょっと分析していこうかっていう、ところでな、ちょっとま、新聞は、ま、こちらってことで、まあ、出てんだけど、まあ、人気の中心、まあ、一倍大、今日も顔が赤い。まあ、ちょっとね、飯田先生にもあったビールをね、一日一本と、限定して飲んでおりますっていう、そうそうそう、ゴッドインのマス。全然、そんな、テクニックとか大したもんじゃないですよって、ちょっと、秒速の高橋名人を超えますみたいな、そうそうそう、いうことで、まあ、そこは、ちょっとやっぱライバルはしっかりと、どんなもんじゃっていう、まあ、日は一緒って、ひな、HY みたいなね、そうそうそう、行かせたことないです。そのシチュエーションにも最近、どんだけ合ってないかみたいな、そうそうそう、いうことで、まあ、セーバー目な。うん。まあ、まずは、ケット面ちょっと見ていこうか。まあ、動画、ケット面、すいません。まあ、動画から見ていこうか。まずはね。どうやるんだっけ、こっち待ってよ。中継の、どうやって見たらいいの、これちょっと。まあまあ、普通に、あれか、ホームページが行ったりか。NAR と。ホームページが行きましょう、みたいな。動画見てみようか。うん。これでいいかな。データの、あ、これか、レース映像をクリック。ここからちょっと見ていこう。うん。で、園田、これの何日よ、何日やっけ、おう、新馬戦何日やっけ、6月やな、6月。おう、容量はあるけどね、容量がね、ない。まずこのパソコンには。おう、6月の何日やっけ、どっか見んの、これちょっと、6月の、12か、ありがとうございますってことでね、14じゃねえか、これ。なんでそこで嘘つく ?14 じゃねえかっていう、パケットが無駄遣いなのか、みたいな、14。おう、その他の、これか、うん、クリック。の、新馬戦って何でしたっけ、ちょっと。新馬戦が、6かな、これ。ここに書いてある 6? 多分6ね。クローバーって下被っても大丈夫ね。わかんない。被ったことないから。うん、まあ、先手取らせるけどね。そうそうそう。6レース。まあ見て、まずは見てこうか、ライバルは。違うじゃん。おい、ちょっと待って、バケットが死ぬ。ちょっと待って、5?5 レース?違うな。4?4? な、おいな、3、3。お、これか。よし、来た。3でした。おう。120メートル線、新馬線のゲートインが、ありました。フォームがね、まあ綺麗。それは認めるわ。スタートしました。これね。トット1番のマルシュが後方からになってしまいました。バツボトスタートは5番セイバーメナと、それから6番トゥリパ。これ弾む感じ?逃げるのは5番セイバーメナと。わかる。これを追っていくのは6番トゥリパ。これは、あとは6、7馬身いい感じ。まあ、羨ましいよ。マジで。これは。あとは大きく離れました。ただもなんか止まんねえみたいな感じで。止まんねえみたいな感じで、こうやってもうクソダッシュ化していってくれたらいいなと思うんですけどね。5番のセイバーメラがスピードを見せてリードを2馬身取って4コーナー。いいよね。番のトリパーを追って2番手。あとはもう8馬身離れました。単独3番手、1番のこの走りは、羨ましい。また3番、キモンガール4番手、これから直線。回転がね。足の回転見てこれ。これは強い。リード6馬身、7馬身、圧勝だ。2番手に6番、トリパ。3番手は1番、マルシュがここに迫る3番、キモンガール。これはいいよね。早い。早い。6番、トリパ。3着、1番。マルシュが頑張りました。3番、キモンガール4着で、ね、そして唯一の男馬、4番、シナノブチは5着でした。まあ、いいよね。このマイクラ、確か230とか、そのぐらいだったかな、これ。210か。足の回転がめっちゃいい。てか、フォームがいいよね。弾むような感じ。まあ、バレだな。バネな感じ。まあ、これに対して、まあ、うちの、クローバーちゃん、ちょっと見てみようか。でも本当、つまずきそう、本当に?いいフォーム、まあまあ、敵ながらって感じなんだけど、うちのクローバーが、まあ、最内に今閉じ込められてんだけど、それと、どこ行ったんだ?これちょっと待って。これか。クローバーが、5月の31か。うん。5月の31。ちょっと待ってね、今それ開くわん。これか。5月の、うん。
3時、セーブアベの浅草老園で中距離と思ったら、母が短距離バーらしい。あ、そうなんだ。うちもなんかね、そんな感じ。おう、母短距離みたいな。お前の300万はなんで、うんこなんだろう。うちの3、どんな話よ、だから。おう、もうちょっと怪我して休んでるのは仕方ないだろうっていう。おう、5月なんだっけ？ちょっと忘れた。え？ 5 月の？おう、話してたら忘れるだろう、それは。って。おう、5月の31か。うん。31ね。はいはい、そうそうそう。おう、いうことで、その他の30。これかな？これ。うん。多分また3とか、あれだろう。おう、3、ピュ、おう、これ？あ、ちゃう、ちょっと待って、ちゃう、6、ちゃう、5、4、おし、来た、よし。ま、これに対して、はい、うちのクローバーちゃんどうやみたいな。そう言います。おう、これな？最初の新馬戦、幕入り終わりました。これな？おう。これね、まずいないっていうね。おう、皆さんわかります？これ、いません。おう。こう不思議じゃね？これ。うん。これ。3番なんだけど、まあ、もうちょっと進めようか？おう。さあ。いないんだよ、これ。おう。これ、4番だっけ？どちらにしてもいないっていう。おう、なぜですか？それはね、背が低いからです。はい。見えませんっていう。おう。で、そっから、急に現れる、影から見たら、ピューって。まだ固まっています。ほら、3番なんだよね。3番のスマイルクローバーが見いなかったよね、みたいな。出しとくないよ。おう。でも、二の足3の足が早いっていう。6番、スボナーレ4番でです。2馬身相手、青いシャン、後ろから2頭目。さらに3馬身相手、2番、こんな感じね、サンデーフーが最高峰です。3コーナー、こんな感じよ。チャンスあるな。逃げる3番、スマイルクローバー、吉村。ちょっとね、まあ、足が短いから、回転で勝負するしかないよね。足が並んでいきます。2馬身差6番、回転で勝負するしかない。単独の3番でインコース5番で。そうな感じだよ、クローバー。マジで、プリキュア5みたいな。ひわれもねえのみたいな感じ。直線に向きました。逃げる3番、スマイルクローバー。ね。捕まえに行く4番、マンなんかもう首ガンガン振り回すみたいな、これ。3番って横に広がって1番、青いシャークが。ピッチやな。もう足のこう、回転というよりもピッチやな。4馬身から5馬身差、5位。圧勝で新馬勝ち。2着4番、満点の星。まあ、さっきの早いんだけどね、もちろん。1番、青いシャーク。これどう？最初の新馬戦、決めたのは3番、スマイルクローバー。回転上げてる。野球者の管理は吉村騎手の騎乗でした。こんな感じ。おう。まあ、全然走り方はもちろん違うよねっていう。おう。このマトンでは、いよう、高くなることを祈ってる。どういうことなんだから、ちょっと意味がわかんない。なんだよ、マトンって。うん、そうそう。これ、全然俺やれると思うんだけど、マジで。負けてねえよな、これ。そもそもだけど。おう。セーバーの勝てるとしたらクローバーはダメだな。まあ、そういうことね。それはもちろん。うん。だから相手ももちろん強いよ。おう。な、セイ、ファー、でな。おう、出てこねえのかよって、これ。このポニー、いや、このポニー早いですよ。はい。その、は否定しません。なぜならば、体高が147センチ以下だから。おう。めっちゃ背低いから。おう。セイ、バー、ベーナ。これでいいのかな？おう。ちょっと見てみようか、血統ね。うん。血統、まあまあ、値段は227万。まあ、税込みでね、税込みで。うん。似てんだよな、マズル持ってたりとか。おう、実は似てる。マズル持ちみたいな。おう、で、ヘイローのクロス。まあ、うちはドローンだけど、おう、ミルリーフを結構入ってんな、これ。おう、ミルリーフの、まあ、これ、ははは、母系だけどね、持ち。まあ、この間気象動揺みたいな。おう、で、ヘイローで機動力、ボールドルーラーではちょっと柔らかさみたいな、そんな感じ。おう、セイの馬主さんか。まあ、そうだろうね。うん。だから、まあ、そこは、まあ、大手馬主さんってことで、ちょっとスマイルとかよくわかんないんで、うちにぶち込んどけみたいな。まあ、多分そういう圧力が働いたのはわかってる。おう。ただそんなに屈しないよっていうね。おう。そうそうそう。な、まあ、浅草キングスね。まあ、渋いとこね。まあ、行きますよね、みたいな。おう。血統末のハゲ的にはどう。まあ、血統末、誰が勝って血統末だよっていう、これ。おう。まあ、ハゲ的に言う、誰がハゲてよ、だからこれ。そうそう。おう。だ、意図はわかる。うん。まあ、ヘイローのクロスで機動力アップ。おう、まあ、ボードルーラーでちょっとまあ、さっきのそのいい、ダイナミックなフォームはこの辺かな？まあ、柔軟性みたいな。おう、そうそう。だから、そこに、おう、まあ、サドラでパワー入りの、おう、まあ、ミルリーフ、この辺もパワーだよな。だから、そういうところの、まあ、ちゃんと、ダート向きのところありつつも、そのスピードは、まあ、でもスピードどっから来てんだ、これ。まあ、ボードルーラー、ヘイロの部分かな、これ。おー、そうそうそう。で、母がなんかスピードケットらしい。うん。まあ、そっちも分かんないけど。おー。だ、そこかなぁ。まあ、パッと見。おー。マズル意外と合うんだね、みたいな。おー。エンペリーズゴールドってゴールドマウンテンって、エンペリーズゴールドどれだよ、これ。エンペリーズゴールド、どこか、これか。おー。
ゴールドマウンテンっていう、その、つながりがみたいな、おそうそう、計算できない。計算、何の計算だよっていう。おだまあ、大体、意図するところはわかる。この決闘のね。おそこはわかるけど、母が中央、千人四将。あ、そうなんだ。うん。これね。おハートオブゴールド。うん。全然違ったっていう。どの部分やねんみたいな。そうそうそう。おこれ。うん。まあ、確かにね、小倉戦に、中京戦に、まあ、この時の中京って多分、もう小回りの時の中京ね。おで、これか、新潟戦に、本当に新潟どこちょわかんないけど、お中京、まあ、中京な、中京戦にみたいな、おーゴールドマウンテンだったら、どっちやねんみたいなね。そうそうそう。おこんな感じ。おで、まあ、千七の芝、まあ、割と距離でやれたよね、みたいな。お AI が待つの起こってたらどういうことなんだから。もうね、AI、なんか、AI は、もう未来を変えるみたいな。ただ、人間を超えるのはまだ先ですよ、みたいな。そうそう。お前、ゴールドマウンテンしたの。ゴールドも、何のゴールドマウンテンだよ、みたいな。スタッフの母ちゃんが中央短距離3勝だっけか。まあ、そんなのもあったよね。お確かにっていう。そうそうそう。ただ、まあ、ちっちゃい。おう、まあ、俺の、クローバーもそうなんだけど、ちっちゃいっていう、おう、AI で待つの仕事が、まあ、うちもね、AI 的な仕事やってるんで、うん、そうそうそう、だここは、まあ、決闘的にこれやるかって、俺は買うかって言うと買わないね、これは。おう、スピード的な、根拠はね、まあ、スピード出てるんだけど、まあ、そのボケなのかな？おう、どこでこれスピード出してんだよって、ヘイロ？おう、そうそう、審判待つのって、誰が審判だから、誰が審判ねって、これ。なんかもう、見食いっこしてしまったっていう、そうそうそう、買えない。いや、買わないよね、これ。うん。これ買うって言ったら、いや、買わないですね、っていう。おう。どこでスピードこれ補ってんだろう？ヘイロー？それぐらいだよね、これ。4、5。おう、AI、あれ？あ、アホ、なんだこれ、アホってこれ。アホって、セリに AI 導入できる。いや、セリはちょっと危険。うん。やっぱその形とか、やっぱね、見なきゃいけないんで、血統だけとか、そのデジタルの要素だけちょっと無理かな、みたいな。そうそうそう。買わへんのかーい、みたいな。いや、これは変わんな。おう。だ俺は何回見てもやっぱクローバーは買うよね。おう。スマイル、クローバーと。おう。バーと。おう。そうそうそう。で、大穴と、大穴ってだ。大穴というか、まず、俺たちのクローバーを応援してくれよって、マジで。おう。ここな？そうそうそう。おう。3万人来て買ったんだから、みたいな。おう。まあ、これはもう、な、スピードバリバリキットよ。うん。これ。まあ、ね、インブリードになってないけど、ヘイローと、まあ、ドローンのニアリークロス。ここがポイント。これがまさに機動力すべてもう補ってるみたいな。おう。で、そっから、まあ、ボケの、まあ、ミスプロ。で、俺の大好きバックパサー。もうこれもうほんと成功の決定。これプロバイドもそう。おう。ここはやっぱ絶対欲しいよね、と。おう。スパイルフラッシュ。ありがとうございますよね。そうそうそう。おう。だ、ここ。おう。で、まあ、マズルはね、これ共通項なんだよな。これちょっと、おう。まあ、ここはあんま狙ったわけじゃないんだけど、そうそうそう。おう。まあ、ポイントはこの辺。おう。だからやっぱサンデー、ミスプロ、おまあ、持ちっていうところで、勝ちかな。で、バックパス入ってオッケーみたいな。で、ドローンのクロス、はい、あもう終了みたいな。はい、仕上がりましたみたいな。おなるほど、わからない。まあ、まあ、まあ、そんな、はい、わかったって言われても困るけどね。そうそうそう。おなんで、本当にバランスが、まあ、パワーの部分も、多分このディファールで入ってるなっていうのもあったんで、そのパワー不足で、脇ガード、脇ガードじゃないようだ。大衆だ、大衆。そうそうそう。ディファールであるから、その、プロバイドみたいな軽いババしか無理みたいな感じにならないなっていうところに加え、スピードもちゃんとこれついてくるなっていう自信はあった。おまあ、このドローンがどこまで出るかなと、三角形がね。うん。今、ぶっちゃけあったけど、まあ、そこを狙った通り出たなと。おう。今年アドバイマックス3区よく見る。あ、そう。まあ、そこ先取りだよねっていう。おう。そうそうそう。だから、マックス、アドバイマックス3区で、まあ、成功してるパティン、おう、に近いものは抑えてるかなっていう。まあ、これね、二人付き入ったら完璧なんだけどね。そうそうそう。ダバが新馬戦勝つかバカよって、これ。どこ見てんだよっていう。そうそうそう。だからそこは、まあ、狙った通りっていう。おもうほんとね。まあ、しかも、まあ、すいません。購入価格、配当ってことで、はい、150っていうね。おまあ、税込み162。お馬体重が足りないから、そこまでパワー。まあ、だから、馬体重は、まあ、確かそうなんだけど、でもね、足が短いから。お足が短くて体高低いのに、まあまあ、この体重おう。410? おだったら、多分ね、小粒なのに、ピリリと辛い的な感じはあると思う、マジで。おいや、いい子が、もうだって、ね、賞金、まあ、ぶっちゃけこれ200ぐらい手戻りで入ってるから、補助金とか含む、補助金というかなんだっけ、特別であって含めて、おう、KT ブレイブ手押しよかったんで、あ、マジでっていうね、おめでとうっていう、そうそうそう、初見です、この、なんでこのハゲって、突然すぎればみたいな、そうそうそう、なんで、全然、おう、やれるわな、みたいな、おう、飲むか今日パンもらえた、もらえなかった、あれ。結局聞いたんだけど、なんだ、返事がない。おう、ただの屍のようだっていう、そうそうそう、おう、なんで、まあ、おう、やれるよなっていう、うん。そうそうそう。まあ、決闘的にはこっちの方が、本当はね、スピード的な裏付けは十分あるんだけどね。おー。
マジで。うん。あとはもう、小粒ハゲ、ピリッと辛いかよみたいな。そうそうそう。まあ、やっぱり、そうね。どうなんだろう。掲示板、ライバルの掲示板見てみようか。おう。まあ、やっぱ大谷セールがいいのかな、これ。おう。見てみよう。うん。この地と母地で短距離馬と思うかもしれませんが、母のハートオブゴールドが中央芝で1200で4勝を上げたスプリンターなので、スピードのドライはそこですね。そうだな。俺もだからそう思った。おう、今日もやっとる。これ明日、なあ、うちの次女がね、またちょっと2戦目に臨むよってことで。おう、なのでスピードのドライはそこ。なるほどな。そうなるような極端な小回りダートのコーナーでスピードを落とすことなく走れるのは、ヘイローとも、あらほら俺が言った通りよ、マジで。おう、この辺の、やばい、ね、なんか、忍者戦法みたいな。おう、ね、そそくさみたいな。そういうことだよっていう。おう、1ヶ月間空いてるし、100、220になってるっていう。まあね、ちょっと大きくなってるっていうね、ほんとね。そうそうそう。一生懸命走りすぎてるね、困りみたい。あ、そうなんだ。うん。この辺ちょっと俺もよくわかんないけど、そうそう。ゲストさんのパクリ。いや、パクってね、これ見てない、今初めて見たわっていう。おう、そうそう。渋い位置とハーチの組み合わせ。ね、ローエングリーン。まあ、ローエングリーンいいよね。おう、まあ、俺が書いたんじゃねえんだから、俺じゃねえよっていう。新馬戦、圧勝目、まあ、おめでとうございます。そうね。うん、軽めの3でつけて、3、4やりたい。もう繁殖かよ、みたいな。もう繁殖かよ、みたいなね。おう。らしいよ、ライバル馬は。マジで。ダーレアラビアンが入ってるから、これ名馬で。ダーレア、全頭ってか、1/3?おう、1/3なのかな。まあ、ちょっと全部、ね、すべての馬は、ね、ダーレアラビアン、ゴールドフィンアラビアン、あと、なんか、ちょっと前から忘れるけど、これ。そうそう。クローバー見てみようか。おう。クローバーは、ちょっと待ってよ。スマイルクローバー。これちょっと見てみよう。これで。よし。まあ、こっちも多分ね、相当評価高いと思う、マジで。ダイスポーセットを張ると。まあ、こういう馬は、ここで一つ勝つと終わりです。ちょっと出だしから相当腹立つんだけど、マジでこれ。なんなんだよ、これ。相当失言だと思うんだけど、これマジで。正解、不正解だ、マジで。俺絶対、これ許さないから、マジで。うん。これぞ、訴訟起こすか、訴訟、マジで。どこがいいコメントだってよ。何これ。楽天ブログから。起床した吉村騎士は結構自信がありましたよ。同系の時は4馬身ぐらいで遅れましたからね。かっこ笑い。それで、もう追い上げていきましたし、だから1馬身ぐらいの手遅れだったら負けることのないなと。そしたらスタートが決まりましたから、これは大丈夫だと思いましたね。と、自信満々。ここからだから距離が伸びてもどうかですけど、1004ぐらいだったら全然問題ないですね。次は認定レースを勝ちたいですね。牝馬ですから、いろんな選択肢もあります。グランダムとか、これから楽しみですね。もしかしたら、大箇所行っちゃうかも、と。明るい展望、マジで。うん。こういうことだから、マジで。悪口やめて、これ。俺のちょっと、なんか、チヤホヤもうちょっとして、本当に。そうそう。新馬選手、おめでとうございます。まだ2歳馬ですから、馬体が柔らかく未完成ですが、柔らかいからこそ、もうちょっと長い距離でも、なんとかこなせるそうな気がします。歩ける姿は小さいのですが、走らせると大きく見せる馬です。質の良い筋肉を持っているようです。大きな怪我もなく、競走馬として卒業するようにっては、いいこと。これ、自演じゃねえよ、だから。どうやって自演で書くんだよ、これ。そうそうそう。やった新馬戦、初勝利おめでとう。これで飯田厩舎スマイル軍団は3年連続の新馬勝利。飯田調教師すごいわ。吉村騎士もありがとう。タイム悪くない島の余裕がありそうって、マジで。こういうことゲスト俺じゃねえよ。だから何回言いますねってよ。ここで悪口、いや違いますよ。ここで悪口言うサイトではございません。これはね、あの馬主と馬を褒め称えるサイト。うん、マジで。俺じゃねえよ、だから。で、デビュー勝ちおめでとうございます。いいスピードですね。単勝3連単1着固定いただきました。ありがとうございます。こういうこと。分かってる人分かってんだよ、マジで。あっちゃい基本的は8番。それは間違いない。うん。もしかしたら何かの間違いで、前々で運んで、粘るケイティブレイみたいな、中距離タイプかもしれない可能性があるような気がしないでもない。どっちやねんみたいなね。これどっちやねんみたいな。ただこの品系は何をつけても単、品馬だと、短距離の、あ、そうなんだ。短距離馬なんだって、これ。そうそうそう。2連勝あるよ、だから。ないと思ったやつに人生に2連勝はない。ただ俺みたいに、あると思ってる馬主には2連勝がありますっていう。マジで。つまらない話じゃねえんだよって、これ。そうそうそう。で、これの兄弟見ればいいのかな。血統を、橋本直旧車で良い馬に乗って、だから、吉村騎士のコメントは多分、トントンと、だからやっぱそこら辺は、馬の、やっぱ経験、うん。経験だよねっていう、そうそう、8番の血統やばいやんっていう、やばい、どうやばいのか俺って、あんまりパッと来ないんだけど、もう、確かに、どこが、みたいな、そうそうそう、これの、なんこれ、カツラフレーバーって、どういうことやねん、これ、これの、これか、ピュッ。これが一つ下の品馬。船橋？お、マジかっていう。こんな感じ。まあでも、1006で勝ってるけどね。しかも、せいの馬主さん。これ？
嘘、マジで馬主、織田信夫。おう。え、姓は姓は姓、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 姓。違うやんけ、これ。おう。これ違うでしょ、これ。どっちが馬主だっけ俺だ、俺のとこ見ればわかるか。俺。おう。違う人ですよっていう。おう。このゲスト、アンチなんだか、好きなんだか。もうそこはね、真剣に語ってくれるんだったら俺はね、批判は認める。おう。ただ、その根拠のない批判は、もう全員、ま、あの、抹殺しますんで、それは。そうそうそう。おう。あとは、ラテールプロミーズ、おー8番の母ちゃんは函館に最下チームっていう。あ、そうなんだ。おー、まあ、ちょっとなかなかね、あの、名晴らしいっていう。そうそうそう。まあ、でも兄弟普通に長距離走ってるけどね、これ。おー、ちっちゃいかどうかっていうと、でかい、むしろ。おー、ちょっと遺伝の違いかな、みたいな。おー、ヒン、あ、ヒン、これボバか。ヒンバ見てみようか。おう。石谷松の調子に乗らせ。だ、調子に乗らせるよ、マジそこは。うわ、結構勝ってる、これ。おう。結構勝ってて、おう。馬体重は、え？あ、でもあるな。うちの馬だけではなんか馬体重ないの、これ。おう。セイクリムズンの馬主さんやで、8番。あ、そうなんだ。セイクリムズン。おう。セイクリムズンか。うん。セイクリムズンってことね。おう。まあ、超大手やん。うん。超大手やねっていう、そうそうそう。これね、セイ・クリムズンってことね。おマジか、ちょっとでも、負けたくないな、なお負けたくないなっていう、お調子乗った痛みで。いや、だから、乗させてくれ、人生簡単と思わせてくれっていう、お820.50.4 はやばい、やばいよこれ。だから、歴代3位。お大偉人、東郷がいや、セイ・バーベナみたいな。おマジで。おそれは引き、お前に引き取られた、大事もやるわけじゃん。どういうことや？ちゃんと餌はやってるよ、マジで。そこ、予託は、あ、やばい、今月まだ払ってない。やばい、ちょっと先月も払ってない。ちょっとこれ早く払わなきゃ、みたいな。そうそうそう。性犯罪者、松尾氏、どういうことなんだから。別に性犯罪、性、まず性をさせてもらってませんっていう。おそうそう。負けるまでは強気。いや、そうだ。当たり前だろ、バカやるまで。これやる前から諦めるやつはどこにいるんだよって、これ。おまあ、対抗ですねっていう。そうそうそう。スマイル対、対応はしても、まあ、対応ですけど、今すぐ払いました、明日。お変な餌じゃないけど、ちゃんと食べさせてるよっていう。おそうそうそう。対応ってなんか、ちょっとなんかかっこいい名前だよねっていう。専用の8枠にスピード違う。専用の8枠にスピード違うやろってどういうことやねんだから。専用の8枠だから有利だよ、これ。うん。全然有利なんだろうし、まあ、蓋されると正直きついよね、と、おう、いうのはあるから、どう来るかだよね、これ。うん。どう来るかっていう、おう、明日の告知取りしてくれるの知るわけねえだろ、だから。もう、のんこさん、普通に実家だわっていう、おう。マジはクローバー一等で、青いシャークとか、と買うから外れたら、なんでこれが補填しなかった青いシャークってどれこれおう、青いシャークどうなんだろうね、これ。お前、ちょっと農研出てるのはね、ちょっと評価できるみたいな。そうそうそう。リーダー調教師、松の振り込みとか、まさかもう、あの馬主とうとう逃げやがったかみたいなね。そうそうそう。セイバーベナ、やはり、やばい相手が悪かった。いや、まあ確かにやばいよ、こいつは。やばいレベルだけど、俺やれないことはないと思ってる、マジで。うん。勝てば、若駒師匠か。いや、もちろん、プリンセスカップ。まあ、てか、まず、認定です。認定。うん、認定戦だけどね。そうそうそう。クローバー逃げる2番手。逃げようか。俺はちょっとその指示で行きたいと思ってる、マジで。おう、とにかく逃げろっていう。おう、シリアマリポーサみたいな馬もいるから。まあ確かにね、確かにね。ただ、クローバーそんなね、なんか、その、一発で終わるような馬ではないと思ってる、マジで。おう、スタートも良くないから、かぶされるかもなっていう。だからそこなんだよね。スタート負けちゃうとちょっと、これほんと厳しいよねっていう。おう、そうそう、もう、じゃあ2着はダメだよ、1着じゃなきゃ。おう、あ、明日顔が2つ飛んでいく状態、なんで明日顔が2つって言うと、どういう状態なんていう、うん、5-5 みたいになる、いや、5-5 みたいにならないよ。うん。だって5-5もともと勝ってないもんだって。そうそうそう。いや、ここは、まじ、吉村まだ指示が早いですよ、適性がまだ関係ない。いや、だから、そこは、むしろ、馬主の意向に沿ってわからないからね。むしろ、もう、とにかく前へ、みたいな。おう、なんとか逃げるみたいな。おう、無理せず学び。いや、学びで行くと、出負けする。だ、出負けするちょっとね、厳しいよねっていう。おう、今年の馬なんか両方ともスタート悪いから、うん、そこはちょっと、しっかり行きたいよねっていうのはあるんだけど。そうそうそう。おう。だ、まあ、西脇ね、あ、西脇でな、これちょっと相当、おう、まあ、ブイブイはしてる。ただね、ちょっと馬体が減りましたっていうのは、こうチャンス到来おう、あるかもしれんよな、みたいな、マジで。おう、これでマイナス50キロぐらい出てきたら勝てるだろうっていう。おう、そうそう。吉村最近指示出されてプロバイドをおまけしてた。だ、そこは、なんかもうずっとなんか、ドン前っていうとこだろうっていう。おう、気にしない気にしないみたいな。そうそうそう。15万6000で我慢できねえよ、だから。勝つしかねえだろ、65万60万。これ取りに行こうぜっていう。明日走る。うん。明日その他4です。まあ、これ、おう、対抗ってことで、まあ、セーバーベナと、まあ、一騎打ち。
おー、なるかなみたいな。おー、無事これ名馬。まあ、もちろんそうだね。まあ、馬体重軽いから、その辺怪我はね、心配は少ないんだけど、ただね、なんて言うんだろう。やれると思ってる、俺、マジで。ここでも。うん。やれると思ってる。まあ、脳健からちょっとね、感覚も、まあ、少なかったからね。これ、まあ、脳健から見たら8キロ減。おー、8の単勝1倍台。まあ、1倍台だと思う。おー。だから、むしろ馬券的にも美味しいよと。うん。いうとこもあるし、これ、脳健418からの410だから、さらに減ってるから、これ。おー。で、こっから増えてきたら、マジあるだろみたいな、420ぐらいで出ようぜ、みたいな。なあ、そうそうそう。だから、全然やれると思うんだけど。うん。まあ、多分、もう、セイバーベナとスクローバー、まあ、一騎打ちみたいになると思うけどね。8は1本株。まあ、そうだろうね。うん。だそこは、まあ、内側の、どうなんだろう、まあ、深いところね、とりあえず、下下げだけは入れないでっていう。うん。配当したいだろ、クローバー単には、あるある、全然あるよっていう。3倍ぐらいつくんじゃない？うん、そうそう。すごいパドックで暴れるパン、ティーンは、どうなんだろうな。ちょっと、入れ込み、気味な感じは、飯田先生もしてるって言ってた。レース覚えてね。うん。だからレースだと思ってガッて入れ込むっていうね。おう。馬体の成長を流しますかっていう。流しますよ。もちろん。おう。そう、無理遣いはしないようにはするけど、まあ、ここは普通に勝ちたいっていう、サクッとね。おう。ローバーのターンつくのっていう。ローバーのターンめっちゃつくよ。おう。まあ、こいつらに多分一本かぶり 1.0 倍みたいな感じだから。そうそうそう。明日、小原さんの生配信。どうだろうね。まあ、多分仕事がないと思うけど。おう。ローバーとゲート再審査、プロバイトと一緒っていう。クローバーとゲート再審査、プロバイトと一緒。どういうことやねんっていう、これ。おちょっとよくわかんないけど、ゲート再審査ではないけどね。お再審査というか、まだいけてない今も言うけどねっていう。お8は50秒4叩き出したら、一本かぶりなんですっていう。80秒4叩き出したら、50秒4を出してるっていう。これちょっとね、バケモン級。マジで。おこれは認めざるを得ない。うん。認めざるを得ないと。おただ、しかしだよ。おゲートで、出ないと、うんこどうなったって、そこはだからもうゲート練習中だから、張り、この、何回も言ってるけど、その、ゲートに、なんだっけ、粘着してて、もうちょっと出られないっていう。おうもうそう仕方ないよねっていう。そうそうそう。なんで、まあ、とりあえずこのね、今いるまで頑張るしかないんだけど、まあ、こいつね、ちょっと、おバケモンやなっていう、おう潰しがないように競馬すればいい。まあ、そこはね、うん、やっていきたいなと思うんだけど、まあ、こいつ多分ね、ビューン行くと思うから、それに対してどうよみたいな。おまずともゲートから出ると思う。俺は別にキャスト、競走馬じゃないんでね。お別に普通にゲートインとかしてないからっていう。そうそうそう。ところはどっかでさ、いや、3着とか4着とかもうそんなな、2着以下は全部一緒。お負けだから。お勝つしかないんだよ、これ。お勝つことしか俺考えてない、マジで。おだまず、あと、瀬戸を、もうギャフンと言わしたい、マジで。おダイスポ瀬戸な、うちとの未来ある馬に対して、な、大川慶次郎さんですら、未来のある馬に対して、ちょっと意見したことを謝罪申し上げますね。先のことは誰もわかんないんだよ。それに対して、未来のある馬に対して、この馬の初勝利はこれで終わりです、みたいなことを言う奴は、マジでほんと死んだらいいと思ってる。おマジで。なあ、瀬戸、そういうことや、だから。おう俺は絶対許さないから、マジで。もう、競馬場だったら、おう、瀬戸って。およく言ってくれた、うちの馬に対してって。もう、そこは、ぶちかましますよ、マジで。おマジで、そこまで断言されたらそうそうあるのか。あるよ、だから、なんか、書いて、いろいろ書いてくれたし、マッキーが現地で聞いたから。うん。マジで、マッキーが現地で聞いてたから、俺は絶対許さない、マジで。おう、スプレーに捧げる勝利って。まあ、ちょっとそういうとちょっと悲しくなっちゃうけどね。そんなこと言われたんだから。なあ、詳しいだろ、それは。おう、どんだけ、貧乏なマンションだって、その、馬の未来までね、否定される、権利はないんですよ。マジで。おう。だからそこは俺の全力で頑張っていくみたいな。おう。短距離馬だからでしょ。短距離一緒じゃねえか、そんなこと言ったら、セーバー面だって。おう。だからそこは、誰にも、未来を、その否定する権利はないわけですよ。おう。だから俺は全力で、クローバー支えるし、このレースも負けられないっていう、負けられない戦いだよ、マジで。おう。瀬戸してるわけねえだろ、こんなもん。おう。じゃあ、マルシさんで大スポ抗議。いや、もう大スポ、まあ、抗議というか、結果。おう。すべては結果で示せばいいぜっていう。おう。だからクローバーが勝って、あれ二勝目開けたんですけど、ディースポの S 等さん、大丈夫ですかチュッチュみたいな。それでいいんだよ、今から。もう、ほんと完全に、もう実力で行使してやれよ、みたいな。おえ松の単勝だからって、関係ねえだよ、だから。俺のその短さ関係ねえだろっていう。そうそう、大スポ買ってくれ。もう、どうぞご自由に、みたいなね、これ。俺は、もう完全に、まあ、近畿派なんで。うん、マジでっていうね。あ、お下げってことで、ありがとうございます。もうこんな時間ですってことで。明日、その他、4レースってことで、12時20分発送。まあ、お昼休みなんでね、よかったら皆さんもね、お仕事の方もお昼休みに、ちょっとね、スマホなどでチェックしてもらったらいかがかなと思いますけれども、スマイルクローバー、2戦目ってことでね。うん。まあ、これちょっとね、相手は相当強い。まあ、ダービー馬級、歴代3位というところはあるけれども、まあ、やれるっしょ。うん。全然諦める必要はないねってことで、まあ、全力でやりますってことで、はい。まあ、この結果を踏まえてのね、まあ、明日の配信もやりますって、よかったらツイッターなど見ていただけるとありがたいなってことで、それでは皆さん、応援よろしく失礼いたします。
ュッピュッ。